ソフトバンクの絶対的守護神となったロベルト・オスナ選手。今回はそんなオスナ選手の面白いエピソードを50個ご紹介します。2011年に16歳でメキシカンリーグのメキシコシティ・レッドデビルズでプロデビューすると、同年瞬く間にトロント・ブルージェイズと契約するという離れ技を成し遂げた。2013年はプロスペクトランキングで90位にランクされたが、シーズン中は A 級ランシング・ラグナッツで10試合に登板して3勝5敗。防御率 5.53 の成績を残したが、直後にトミー・ジョン手術を受け棒に振った。2014年もリハビリから始まり、7月にルーキー級ガルフコーストリーグ・ブルージェイズで復帰した。その後、A プラス級ダニーデン・ブルージェイズでも投げたがメジャー昇格はならなかった。2015年はスプリングトレーニング時は招待選手だったが、開幕は初のメジャー25人枠で迎える。4月8日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューし、5月には初勝利、6月には初セーブを挙げ、夏場には抑えで起用されるようになった。若干20歳にして抑えの役割を全うし、68試合に投げて20セーブをマーク。防御率は 2.58 という好成績だった。2015年から2017年までの3年間は毎年65試合以上に登板し、積み上げたセーブ数は95、平均防御率も2点台とメジャーを代表する守護神となった。2017年はシーズン開幕前の第4回 WBC メキシコ代表に選出された。シーズンでは不安障害を発症して2日間登板を回避したが、6月のリリーバーオブザマンスを受賞、自身初めてオールスターゲームに選出された。最終的にア・リーグ2位の39セーブをマーク。メジャー時代からオスナ選手が試合を締めくくることをオスナマタタと呼ばれている。2018年、女性に対する暴力容疑でトロント警察に逮捕された。これを重く見た球団は事件発生の5月8日から起算して75試合の出場停止処分が発表した。この影響なのか、2018年7月30日に3対1のトレードでヒューストン・アストロズへ移籍。移籍後も抑えを任され、この年は出場停止の影響で38試合登板にとどまったが21セーブを挙げた。2019年は1年を通じて抑えを務め、66試合に登板し38セーブを獲得、自身初の最多セーブ王を獲得した。2020年は右肘の故障で4試合の登板にとどまり、故障の回復状況が芳しくなかったこともあり FA となった。そして2021年は古巣のメキシコシティ・レッドデビルズと契約、24試合に登板し3勝0敗12セーブ、防御率 1.09 の成績を残した。ロッテがオスナ選手の獲得を検討していると報道されると、過去の過ちが日本でも報じられ、獲得すれば見識が疑われるとの声が球界 OB から広がった。ロッテは2016年3月に当時在籍していたヤマイコ・ナバーロ選手が銃刀法違反で逮捕される事態に見舞われた。当時のコミッショナーからロッテには外国人選手への対応に留意するようにと注意を受けた前科があるため、オスナ選手に獲得についても同じ鉄を踏むのかと疑問の声が上がっていた。ある球界 OB は、いくら実力があってもメジャーがプレーさせるのに難色を示している選手を日本でプレーさせるのはいかがなものか、ロッテは佐々木朗希の活躍でいいイメージがある球だ、そこに難がある選手の獲得で佐々木人気に影響が出ては困ると心配の声を上げた。2022年6月9日、ロッテが獲得を発表。 MLB の最多セーブ投手タイトル保持者の NPB 入りは、1994年にダイエーに入団したボビー・シグペン氏以来28年ぶり。井口監督も150キロを超える直球に多彩な変化球を持っており、コントロールもよく頼もしい存在、一日でも早くチームに合流して勝利に貢献してほしいと期待を寄せた。ロッテの若手選手たちはオスナ選手に対して敬意を込めてお兄さんと呼ぶ。オスナ選手もまた自分を慕う後輩たちを日本語で弟と呼んで歓迎する。オフの日に電車を乗り継いで買い物に出かけた時のこと、日本語が分からずともなんとかなると思っていたが、途中で道が分からなくなった。その時、町の人々に道を尋ねると誰もが親切に教えてくれたという。実は日本への来日はロッテ入団が人生2度目。12歳の時にジャパンボーイズという大会にメキシコ代表として来日したという。2022年6月10日、入団会見を行い、日本のプロ野球には本当にとても興味がありまして、いつかプレーしたいという気持ちもありましたので、かなって嬉しいです。あとはもう野球だけじゃなくて、日本の文化なども知りたいと思っています、と目を輝かせた。メジャーリーグ主要タイトル保持者の日本球界入りは、2005年のナ・リーグ本塁打王、打点王で2013年に楽天入りしたアンドリュー・ジョーンズ以来9年ぶりとなった。2022年6月24日対オリックス戦の8回表に初登板。この日以降、セットアッパーの一角として起用され、守護神、増田直也選手が登録抹消された後は、メジャー時代同様に抑えを務めた。シーズンを通して安定したピッチングを続け、29登板で防御率 0.92、9ホールド10セーブを記録した。
京セラドーム大阪で食堂に差し入れされた。関西のお土産には欠かせないあの有名な肉まんを食べて、これはうまいと目を輝かせていた。ミーティングでも積極的にメモをしてスコアラーのデータに目を通す。そして試合を見ながら打者の傾向などを自分自身のノートにまとめる作業も言っている。オスナ選手が特に好きなのはラーメンとうどん。シーズンが終わってメキシコに帰国する際にはスーツケースがいっぱいになるまでインスタントラーメンとインスタントうどんを買う計画だとお茶目に語った。来日して1ヶ月が経ってもまだ日本野球への適応にもう少し時間が必要だと感じたオスナ選手。ちょっとボールが小さいような感覚がある。だからボールも軽く感じてしまう。マウンドも日本の方が低いかな。少しずつアジャストはしているけど、自分が想像していたより今はアジャストに時間がかかってしまっているのが実情と語った。ロッテ入りを後押ししたのが同じメキシコ出身のルイス・クルーズ選手だ。2014、2015年とロッテに在籍し、ロッテはとても素晴らしいチームだ。それは俺が保証する。ぜひ力になってあげてほしいという友の言葉が決め手となり、千葉の地にやってくる決断を下した。ロッテ移籍後、日本について、何よりも日本の皆さんが素晴らしい。礼儀正しく、親切で相手に敬意がある。私はこれまでいろいろな国を見てきたが、この国ほど素晴らしい国は見たことがない。本当にすごいよ、と大絶賛していた。12歳の時にメキシコ代表として来日した際、都内で1週間ほどホームステイも経験した。ロッテ移籍後にオリックス戦で京セラドーム大阪を訪れた際は、このスタジアムは私が小さい時にプレーしたところだ、懐かしいなぁと、小学校の時に訪れた場所に再び足を踏み入れたことに感激していた。来日後は積極的に日本語を覚え、日本食にもチャレンジしている。わさび以外は全部好きかなと日本食は口に合うようだ。日本の練習に興味があり、アメリカでも日本の野球は練習がしっかりしていると聞いていて、多くのメジャーリーガーも興味を持っている。私はその国に行ったらその国のやり方に従うべきだという考え方を持っている。そちらの方が絶対にうまくいく。今回も本当に日本でいろいろな経験をして新しい知識を得て自分でも成長をしているのがわかるよと柔軟に対応する旨を語った。若手選手から練習方法などのアドバイスを求められると喜んで説明する。仕事を全うするためには準備が大事だ。簡単な仕事ではない。しっかりと準備をしないと結果は出ない。だから準備の大切さは若い子たちにはしっかりと教えてあげたいことの一つだねと思いを語った。ロッテ移籍後に一番苦労したのは ZOZO マリンの風だそう。シカゴも風は強かったけど一定方向だった。ここはいろいろな方向に吹く。こんな風の中で野球をやるのは初めて。最初は中止になるのかなと思ってしまったぐらい。風にも早く慣れたいねと語った。 ZOZO マリンスタジアムではリリーフ投手はライト方向のブルペンからリリーフカーに乗って登場するが、オスナ選手はリリーフカーには乗らずブルペンから走って登場していた。これに関してオスナ選手は理由が2つある。まずは走ることによって体が温まるのと、どういうピッチングをしようか走りながら考えることができるから。さらには日本に来る前の最後の試合でリリーフカーに乗って決勝ホームランを打たれてしまったからと過去の苦い経験もあったことを明かした。文春野球コラムではラーメン大好き、オスナの来シーズンロッテ残留を願っておすすめの一杯を考えてみたというコラムが掲載され、ラーメンライター井出隊長氏がオスナ選手に一度は食べてみてほしいラーメンを紹介した。そんな声も虚しく、2023年シーズンよりソフトバンクと1年契約が成立。豚骨ラーメンに引き寄せられたかとロッテファンは嘆き節を上げた。オスナ選手のソフトバンク移籍に際し、ツイッターではオスナ強奪がトレンド入りする事態となり、またファンからはオスナお前もか、デスパイネ以来の喪失感、やっぱそうなるよな、金の力は偉大やわと落胆は大きかった。オスナ選手自身やロッテ球団の SNS にラーメンを食べる様子を頻繁に投稿していたところ、目をつけたファンがオスナに食べてほしいラーメンの写真をあげるタグというハッシュタグを作成。来シーズンもロッテでと願うファンの声が相次いだ。このハッシュタグを作成してから3ヶ月で400枚を超える写真が投稿されるほどの人気となった。ソフトバンク入りを選んだ理由には、実際メジャーリーグの話もあったんですけど、本当に日本が好きで、みんなすごく親切で綺麗な街ですごく美味しいご飯があって日本に決めましたと日本愛を強調した。ラーメン好きのオスナ選手だが、やはり福岡に来てすぐに有名店の一蘭も味わったといい、豚骨がもう最高です、替え玉もダブルで食べたとはにかんだ。無類のヤクルト好きでメキシコでも飲んでいたと告白。ラーメンはソフトバンク移籍後はデスパイネみたいになると体重管理のために我慢しているそうだ。オスナ選手と事前交渉が禁止されている2022年11月30日、ソフトバンクスポンサーパーティーにて獲得を目指している選手のシルエットがオスナ選手と酷似していた。そしてソンオーナーが今
GM の三笠くんが鋭意活動中です。まもなく結果が出ると思いますよと説明していて、事前交渉をしているのではとタンバリング疑惑が出ているらしい。2023年5月24日対日本ハム戦、2点リードの8回に登板したモイネロ選手が3者連続三振を奪えば、9回のオスナ選手も3者連続三振締め、計6者連続奪三振で敵地に希望を与えなかった。2023年5月31日時点で17試合に登板して11セーブ、防御率 0.00 と圧倒的な成績をマークしていたが、体調不良を訴え特例2023の対象選手として出場選手登録を抹消される。5月27日以来の登板となる6月11日対巨人戦、この日はセーブ場面ではなく1点ビハインドの9回にマウンドへ。先頭打者の丸吉弘選手に3球目のストレートを強振され、ライトスタンドへリードを広げられる痛恨のソロホームランを被弾。今季18試合目にして初失点となり、防御率は 0.50 となったオスナ投手。 SNS 上ではソフトバンクファンからはついに打たれたか、鷹の守護神がの声が。交流戦を前にバッティング練習を行った。左打席に入ったオスナ選手のフルスイングしたボールは軽々とスタンドイン、確信歩きに周囲の選手の度肝を抜いた。この様子をソフトバンクが公式ツイッターで公開。ファンからは代打オスナでええやん、こんなところに代打の切り札が、ギータの後釜を手草などと興奮のコメントが寄せられていた。ロッテ時代、佐々木朗希選手と食事に行った際、朗希はメジャーリーグで活躍できる、これは間違いない、今やらなければいけないのは体を鍛えることと怪我をしないこと、あとはもう少しピッチングを覚えたらメジャーリーグでも打たれない才能を持っている、だから毎日トレーニングは続けようとアドバイスを送ったらしい。オスナ選手はスタッフと選手みんなでチームなんだ、選手のプレーをサポートしてくれるスタッフがいるから私たちは野球ができている、彼らを心からリスペクトしているし、いつも感謝しているとチームメートだけではなくスタッフへの感謝を忘れない。最近のマイブームは音楽を聴くこと、好きなアーティストはオズナ。というわけで今回はロベルト・オスナ選手の面白いエピソードを50個ご紹介しました。今シーズンの活躍も期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球選手の面白いエピソードを紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。